皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。僕普段テレビとかテレビ周辺機器のレビューを主にしているんですけど、この前ですね、Amazon を眺めていて、何これってちょっと変わったテレビを見つけたんですよね。まあ、それが、よいしょ、こちらになるんですけど、はい、こちら 15.6 インチのチューナーレステレビになっていまして、まあこれ何が変わってるのかって言いますと、キッチン専用のテレビなんですよ。まあ絶対にキッチンに設置しないといけないかっていうと、まあそういうことでもないんですけど、基本的にはキッチンの設置に特化してるんです。まあこちらのキッチンテレビはアメリカに本社を置くシルボックスっていうテレビメーカーが販売しているものなんですけど、シルボックスではこのキッチンテレビ以外にも、まあ、防水性能に長けた屋外用のテレビだったり、お風呂テレビというちょっとマニアックな路線のテレビを広く展開しているみたいです。まあ、僕も今回初めて名前聞いたんですけど、13年前からテレビの開発製造を行ってるみたいで、まあ、延べ100カ国以上で販売実績を持つ比較的信頼できる会社っぽいですね。まあ、それでは早速こちらレビューしていきますね。まあ、こちらですね、段ボールで送られてきたんですけど、中にはこちらテレビ本体と、このテレビを吊り下げるためのブランケット、そして電源ケーブルとリモコン、そしてリモコンに付属の電池と、こちら取扱説明書が一緒に入っていました。でこの取扱説明書に関してはしっかりと日本語で表記されていて、まあ、分かりやすい感じで表記されていますね。まあ、こちら見た目はですね、パナソニックが出しているポータブルテレビのプライベートビエラに結構似てますね。まあ実は僕もプライベートビエラ持ってるんですけど、まあ、並べてみると、まあ、結構似てるんですが、まあ、サイズの方は全然違いますよね。まあ、こちらのシルボックスの、まあ、こちらのテレビに関しては 15.6 インチ、こちらのパナソニックのプライベートビエラに関しては10インチになっています。まあ、防水性能だとかそういう点は全然違うんですけど、見た目は結構似てますよね。プライベートビエラと異なる点はこういったボタン類が豊富に搭載されている点ですかね。またキッチンで使用する想定ということで、こちらにはキッチンタイマーも用意されているみたいです。端子類はですね、こちら側面と底面に搭載されていまして、こちら側面にはですね、 USB 端子が2つとヘッドホンの出力端子、そしてミニ AV 入力端子がついています。底面にはですね、こちら電源の入力端子と、こちらイーサネットですね、そして、まあ、光デジタル音声出力端子ですね、そして音声出力端子、そして HDMI 端子が2つついていますね。まあ、キッチンテレビにしては端子類めちゃくちゃ多くてびっくりしました。まあ多い分には困らないんですけど、ちょっと過剰なぐらいですよね。そして最も大きな違いがこちら、プライベートビエラと違ってこうやってキッチンの吊り棚に固定することができるんですよね。まあ、本当キッチンでの使用にめちゃくちゃ特化してますよね。それでは実際に取り付けてみようと思うんですが、こちら取り付けるには付属されていた専用のブランケットを吊り棚に設置する必要があります。まあ、このブランケットを付ける位置としては、その付ける吊り棚の前面から13センチの位置を中心の穴が来るようにすると、吊り棚前面とテレビ前面がしっかりと揃うみたいですね。まあ、取り付け方としてはですね、こういったメジャーと鉛筆ですね、こちらを使っていくんですけど、まあ、こんな感じで前面から13センチの位置にこうやって鉛筆で印をつけてあげると、まあ、うまくいくかなと思います。まず最初にですね、こちらの土台部分を取り付けていくんですけど、こちらの土台はこの 3M のシールがあるんで、こちら剥がしていきます。まあ、そしてですね、こういった棒をこの穴に刺していって、先ほど印をしたこの鉛筆の部分、ここにですね、こんな感じで取り付けていくとうまくいくかなと思います。あとはですね、こういったインパクトドライバーで付属のネジ、こちらですね、こちらを四隅につけていくような形になります。まあ、こんな感じで取り付けが完了しました。そしたらあとは簡単で、こちら本体の底面、こちら裏側にですね、まあ、こういったネジがついてるんで、このくぼみとこの穴の部分を合わせていただいてネジで固定するだけになります。はい、このように設置完了したんですけど、めちゃくちゃ馴染んでいておしゃれですよね。また画面もアンチグレアになっていて反射が目立たないのも嬉しいです。
窓はこういった形で吊り下げるだけじゃなくて立てかけることもできるので、家に穴開けたくないとか賃貸住まいの人っていうのはこういった形で立てかけることもおすすめします。それでは実際に電源の方をつけていきたいと思います。はい、すでに初期設定の方は完了してるんですけど、このようにホーム画面が映し出されているんですけど、このホーム画面見て気づかれた方いるかもしれませんが、 Android TV サポートしてるんですよね。まあ OS の中では Android TV が最も安定していてアプリ数も多いとされているので、この Android TV を内蔵してくれているのはかなり強い部分だと思います。ただキッチンテレビというもののチューナーは非搭載になるんで、まあリアルタイムで放送されている地デジ番組を視聴することはできなくなっています。それでは実際に映像を流して画質の確認をしていきましょう。はい、今 YouTube でフリー映像を流してみたんですけど、これ想像以上に発色綺麗で驚きましたね。まあこれぐらいのポータブルテレビだと画面が暗くて赤色がやけにオレンジがかってるような印象があるんですけど、まあ結構ちゃんとしてましたね。まあ解像度的にはフル HD で、このぐらいのサイズのテレビであれば十分なスペックですし、なんと HDR にも対応しているみたいで、明暗のくっきりした映像も比較的綺麗に描き出してくれるみたいです。まあただこれ横から見ると白浮き結構しちゃって色彩表現が乏しいんで、まあ結構見えづらいですね。ただですね、こういったデメリットも解消するためにこういった首振り機能ですね搭載してるんで、まあこういった首振り機能かなり嬉しいです。それでは続いて音質の確認していきましょう。実際に著作権フリーのフリーミュージック流していって、まあ、音質を確認していきたいと思います。まあ音質に関してはお世辞にもいいとは言えないですかね。まあこういったポータブルテレビに過度な期待はしていないですけど、低音もスカスカで音に厚みがない感じはします。まあただスマホやタブレット相当かそれ以上の質ではあるので、まあ普通に VOD を見る分にはそこまで困ることはないと思います。まああとは背面に HDMI 端子も搭載されているんで、サウンドバイアス外付けのスピーカーをつけたらもっと高音質になると思います。さて今回はこちらシルボックスのキッチンテレビをレビューさせていただきました。まあこういったキッチンでの使用に特化したテレビのレビューってまあ初めてだったんで僕も新鮮でしたね。まあ音質には多少劣る部分がありましたが、画質に関しては結構綺麗でびっくりしちゃいました。まあ本当キッチンで料理をしながら動画鑑賞したいという方にはめちゃくちゃおすすめですんで、まあ気になった方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。まあ奥さんのプレゼントなんかにも喜ばれると思いますよ。まあ今後もこういったテレビなどの家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方お願いします。また今回の動画わかりやすかったためになったと思っていただけたのであれば、ぜひ高評価ボタンも押していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけでした。